皆様ご来場いただきましてありがとうございます。本日、辺野古沖縄を考える、日米対談イベントを企画をさせていただきました、実行委員で映画監督の増山レナと申します。本日、ご来場いただきまして、すみません、今実行委員の田中が話しましたけれども、昨日、羽田関西空港にて、110分の拘束をされ、それが今朝 の沖縄のタイムスにも報道が出ております、ヤフーニュースにも出ておりますけれども、同時に沖縄で、ロブが対談をする予定だった大学での、講義が取りやめになるということもその記事の中で出ております。ですので、まずまた今回の背景の説明としまして、ロブが集めている辺野古ホワイトハウス署名、こちらに多くの署名人から、メッセージがあったことをまず紹介していきたいと思います。クイーンのブライアン・メイ氏は、今回私どもの実行委員会の方で、チャザリン・ジェン・フィッシャーさんがイギリスに、ブライアン・メイさんの事務所に電話をつなげまして、今回の来日への激励をいただきました。はい、まずはご紹介いたします。ロブ・カジワラさんです。皆様拍手でお願いします。最初に、坂本龍一さんからの、メッセージを、皆様にお届けいたします。坂本先生も坂本龍一さんも今日この場に行きたいとおっしゃってくださっているんですけれども、アメリカに住んでおられまして、連帯の気持ちを、寄せていただきました。皆様まずはこちらの動画をご覧ください。すいません、出てないですかね。じゃあちょっとその準備ができるまで、実は今日3時から記者会見、ロブがなかなか日本に入れなかったこともあって、3時から記者会見、それから4時半から議員懇談会、野党議員の沖縄のことを考えてくれてる議員さんとの懇談会が4時半から5時半までもうギリギリでやっててですね、我々今日のこのイベントの打ち合わせ、それから、打ち合わせはしたんですけど、いろいろスケジュールが詰まってるんで、なかなかこういうものも、先に、段取りがなかなかできてないで本当にご迷惑をおかけしてますけど、もうちょっとだけお待ちください。もうちょっとだけお待ちください。申し訳ないです。なぜ基地が必要なのか。どうも坂本龍一です。辺野古の問題、そもそもなぜ基地が必要なのかと言いますと、他の
対外的な国との、まあ、衝突というか戦争の可能性があるということが前提になっていると思うんですけども、端的に言って僕は戦争というのは外交の失敗あるいは外交努力の足りなさから起こると思います、十分に外交努力をしているのかと、でも僕には十分にしているようには思いません、またその沖縄での基地という問題っていうのはその日本だけの、外交政策だけではなくてアメリカの、軍事戦略、世界的な軍事戦略というかそういう意向も、まあ、とても大きいなと思いますけども、それは非常に専門的なことなので僕にはやっぱ分かりません。ただ、一般的なイメージとしては、アメリカも日本も、他のアジア諸国に対して非常に高圧的な、態度で臨んでいるという印象は強く持っています、仮に基地が必要だとして、なぜこれまでに沖縄県だけに過剰な負担をかけるのか、これは理解が難しいですけども、辺野古基地反対運動の中で、それを止めに来た、本土の機動隊員が同人と言ったそうですね、本当に未だに土人などという差別用語が、若い日本人の中で頭の中にある、それが口から出てくるということで非常に大きなショックを受けました。僕にはちょっと理解できないです。僕にはそういう感覚がないので理解できないんですけども、すぐに思い浮かぶのは、例えば、南アフリカで長く続いた、アパルトヘイトという、白人と黒人を、分けるような、そういう政策非常に長く続きましたけども、その反対運動で長く、牢屋に投獄されていた、マンデラ大統領がその後、大統領になったわけですけども、そのような、それに似たような状態が未だにこの文明国日本にあると。でそれがその個人の中にそういう差別感情があるというのではなくて、国の政策として過剰な基地負担を沖縄県に押し付けるという、この不思議ですよね。これはその沖縄の人の問題ではなくて、もう 100% 本土の人間の問題だと思うので、おかしいと思う我々はそういう政策を、自分の国の政府の、おかしいという意見を言わなければいけないし、変えさせていかなければいけないと思います。もう一つ辺野古の問題は、その辺野古一帯のその環境ですね環境を守ることはもちろんそこに生息する生物を守るということでもありますけども、それは翻って自分たちの、人間という種、あるいはその日々の暮らし、これを守るということに当然つながっています。で非常に大事なことで、僕はもともと90年代から、環境問題に強く関心を持ってきたんですけども、20世紀はですね、大量生産大量廃棄で、非常に大量のゴミを出してきた。それによってたくさんの被害が、もう本当に、数えきれないぐらいのいろいろな問題が生じてしまった。僕は21世紀は
そういう20世紀で出してしまったそういうゴミや外国というものを少しずつきれいに掃除していく世紀にしなきゃいけないと思ってきましたし、今も強く思っていますけれども、なかなかそうはいかない。温暖化やプラスチックのゴミの問題や他のもの、農薬とかですね、他の問題も、ますます深刻になってきて、でとても戦争などをしている場合ではない。もう温暖化の脅威もすぐそこまで、もう目の前に始まっていると思っていますので、今これは大げさではなくて、人類に戦争している暇も時間もお金もないと、もっと大きな人類の危機が迫っていると深刻に思っています。というわけで、まあ、いくつかの理由で、辺野古の基地建設には当然反対しています。どうも坂本龍一。皆さん、私どもの、技術ミスで音と音声がずれてしまいました。申し訳ありませんでした。アメリカより、坂本龍一さんに、お声いただきました。先ほど近藤昭一議員が代表しております沖縄問題の辺野古基地の議連の皆様に私からお願いをしてきたんですけれども、ロブが持っているアメリカの議員さんのネットワークと、ぜひ日本の国会議員さんのネットワークを共同で作っていただきたい。こういった内南中差別暴力を国際的になくしていく場を作ってほしいということを言いました。教授も力になってくれることだと思っております。では、ここで、本日のメインゲスト、ロブ・梶原さんのご講演の方に移りたいと思います。通訳とともに行いますので、ぜひ1時間となります。その後皆さん、質問を1つか2つだけお受けできますので、どんなポイントで質問したいかということも含めて、お話を、お聞きしていただけたらと思います。はい、最後は中国の涙。今の琉球の言葉です。おわね、梶原ロバート、ヤイビン、ウチナヌ、ナプグスク、マジリ、ツマイムラ、ヤイビン。미시초지금소리이가설을두분이겠습니다 So I am Robert Kajiwara. On my grandmother's side, I'm Uchinaju Bija or Higa, the name. I am a fourth generation Uchinaju Hawaiian. I'm 32 years old. I'm a musician or singer-songwriter. I'm also the directorof the Peace for Okinawa Coalition. I studied Ryukyu and Okinawan history at the Center for Okinawan Studies at the University of Hawaii. I'm also working on my master's degree, my dissertation for my master's degree from the University of Nebraska. ロバート・カジワラです。私の祖母が沖縄の人間で、比嘉という名字です。で、私自身は4世の内南中沖縄系アメリカ人ということになります。年齢は33歳で、ミュージシャン、シンガーソングライターで、それから Peace for Okinawa Coalition という団体のダイレクターをしています。で、ハワイ大学で、沖縄研究センター、ハワイ大学の沖縄研究センターで、沖縄の歴史を、学部生としては勉強して、その後、ネブラスカ大学で、修士課程へ行きました。で、その修士でも、沖縄の歴史を勉強しました。
Next slide, please. So, as I'm sure most of you know, I started the petition to the White House requesting a stop to the construction at Hinopo. We have over 210,000 signatures, including a lot of support that came because of celebrities. Sugi Masai. でほとんどの皆さんがご存知のように私はホワイトハウスへの請願署名を始めました。で、すでに221万筆を超える署名が集まっており、そんな署名を寄せてくれた人の中には大勢のセレブが含まれています。So this is my new book called Occupied Okinawa with the subtitle beingThe United States of America and Japan's desecration of Okinawa's democracy and environment. こちらが私が一番最近出した本でして、これは占領されている沖縄というタイトルで、サブタイトルがアメリカと日本による沖縄の民主主義への冒涜という副題がついている本です。The foreword was written by H.E. Leon Siu. In 2016 became the first Native Hawaiian ever to be nominated for the Nobel Peace Prize. 序文を寄せてくださったのが、H.E. Leon Siu さんという方で、この方は、ハワイの、先住民の人としては初めて、2016年に、ノーベル平和賞の候補に、なった方です。And the book was edited byThe American peace activist Jan R. Weinberg. そして編集をしてくださったのはアメリカの平和活動家である J.R. Weinberg さんです。So this book is designed to help promote awareness for Hinopo and for Okinawan issues in general, particularly towards the American public.この本を出した目的というのは、アメリカの一般の人たちが沖縄、特に辺野古の問題についてもっと関心を高めてもらうということを目的として出した本です。So this book talks about辺野古, of course. It talks about the petition. It talks about other Okinawan issues, and it also talks about our current movement to really help revive Okinawan culture, history, language, and identity. で、この本は辺野古の問題、それから西岸のこと、沖縄に関するその他のいろいろなテーマ、課題、問題といったものを、それから現在行われている運動、それから沖縄の文化や歴史、それから沖縄の人間としてのアイデンティティ、そういったものを復興するた言語も含めた、そういったものを復興するためのさまざまな動きといったものがこの本の中に扱われています。 And I should mention that all of the proceeds for the book goes to help Okinawa. で、時に申し上げておきたいのは、この本の売り上げというのが、その沖縄のために使われる、すべて使われることになっているということです。 So thisPresentation will be sort of a synopsis of the book. で、今日皆様に、お話しする発表というのが、この本の、まあ、あらすじといいますか、そういったものになっています。Next slide, please. So in the book, it's important to have at least a brief understanding of Okinawan history in order to really understandthe current situations that Okinawa faces. So I start the book off with a brief history of Okinawa. 沖縄の現状を理解するためには、歴史の理解というもの、ある程度の歴史に関する理解というのは不可欠ですので、沖縄の歴史を簡単に説明するというところからこの本を始めました。So from time immemorial, Okinawa was an independent nation, home toIndigenous Ryukyu or Uchinanchu. 有史以前から、沖縄というのは、独立国でありました。で、その、
ウチナンチュ、沖縄の人々が住む独立国でした。The Kiowans or Uchinanchu are known for loving peace and hating violence and war. We're known for our health and longevity, for low crime and divorce rates, and for our rich culture and tranquil environment.で、沖縄の人々というのは、平和を愛する、それから、暴力や戦いを、嫌う、それから、非常に健康で、長寿である、それから、犯罪や、離婚が少ない、そういったものの率が低い、それから、その非常に、美しい、静かな環境に恵まれている、そういう沖縄とはそういうところだとして知られています。The Ryukyu Kingdom was a center, for world trade, commerce, and diplomacy. Ryukyu was highly respected by the rest of the world. And in fact, ancient China, which was, for much of its history, the most powerful, nation on earth, ancient China actually referred to Ryukyu as Great Ryukyu. That was the Chinese name for Ryukyu.で、沖縄というのは古来より貿易、それから商業、外交、そういったものを、に長けていて、非常に尊敬を集めていた国でした。で、古代中国では、沖縄は、大琉球というふうに尊敬を込めて呼ばれておりました。Around the 16th century, Ryukyu banned weapons in order to promote peace.16世紀頃、琉球では、平和を推進するために、武器を禁じました。琉球 had two golden ages. The first, from around the 15th through the 16th centuries, and the second during, the 18th century. 沖縄には、琉球には、2つの黄金時代というものがあったんですけれども、1つ目は、15世紀から16世紀、それから2つ目は、18世紀が、その黄金時代です。The Ryukyuans possess a number of cultural properties such as tea or karate, shima uta or traditional Ryukyu music, Ryukyu guyo or traditional dance, eisa, bingata, fumi udui, and many others. それから、文化的にも、豊かでして、ティーと呼ばれる空手、それから島唄、琉球舞踊、伝統舞踊の琉球舞踊、それからエイサー、紅型、それから組踊り、そういった豊かな文化があります。琉球 is also home to numerous works of architecture, such as Shuri Gusuku or Shuri Castle, numerous other stone Gusuku gardens, and thousands of utaki or sacred groves.それから、さまざまな建築でも知られておりまして、首里城ですとか、その他の、石造りの、グスクと呼ばれる お城、それから、聖なる、林、といった、土地である、沖縄の言葉で言う、ウタキと呼ばれていますが、そういう場所でも知られています。Next slide, please. So, I am notA marine biologist. I'm not a scientist. I have a background in history and also music. But my friend Eric Tong, he is a marine biologist at the University of Hawaii. 私自身は、歴史、を、学んだもので、今はミュージシャンとして、やっているものなんですけれども、ですから、生物学者、などではないんですが、私の友人にエリック・トンという生物学者が、ハワイにいる生物学者がいます。So I asked if he would please provide some information about the marine, the scientific part about Henoko. ですので、その生物学者に辺野古の海洋生物学的な観点からの辺野古についてちょっと何か説明をお願いし作ってほしいということを頼みました。So he says that Okinawa sits just outside the Coral Triangle and is in the direct path of the northerly Kuroshio Current. で、
その彼の説明なんですけれども、沖縄というのは、コーラルトライアングル、珊瑚三角形、という地域が、南太平洋の方にあるんですけれども、それの、すぐ、外側、北側の外側にあり、それからその、黒潮の、北側 の、その流れに沿って存在しているということをまず、言っています。For this reason, its coral diversity is 3 times higher than recorded at a similar latitude on Australia's Great Barrier Reef. で、その、このようなその条件下にあるために、沖縄というのは、オーストラリアのグレートバリアリーフの、3倍、にも上る、その、移動的に、ちょうどその反対側同じような位置にある、オーストラリアの、グレートバリアリーフの3倍も、サンゴの多様性が豊かな、地域となっています。 One species of mushroom coral at Hinopo is thought to be endemic, which means found nowhere else in the world. で、マッシュルームサンゴの、ある、一つの、種は、沖縄にしかない、固有種です。Okinawa is also known to be a marine biodiversity hotspot for crustaceans as well. それから、甲殻類、についても、多様性の、ホットスポットになっています。Okinawa's marine biodiversity is crucial in sustaining viable fisheries in the region, but it also benefits the over 9 million annual visitors to Okinawa Island.で、このようなその、豊かな海洋生物多様性は、漁業について非常に大きな価値をもたらすというだけでなく、沖縄を訪れる、900万を超える、ダイバーに対しても、その便益を提供している、ものになっています。 There are over 100 dive shops on Okinawa which service these tourists largely from mainland Japan.で、このような、ダイバーの大部分は、日本本土から来ている人たちなんですけれども、その人たち、にサービスを提供するために沖縄には100を超える、ダイビングショップがあります。 The impact of the base at Hinopo, well, of course it's going to, result in the loss of endangered and threatened species such as the Okinawa dugongヘノコ基地の建設、新基地の建設は、その絶滅危惧種とか、それからその、危険を受けているような、種類、生物種、例えば沖縄のジュゴン、そういった、生物種を失うことにもつながりますし。And as a result of, increased buildup, not just from Hinoko, the base at Hinoko, but fromother structures around the UQ islands as well, the composition of the coral reefs is changing and it's starting to lose a lot of its important biodiversity. で、まあ、辺野古新基地の建設だけではないんですけれども、そのいろいろなその、沖縄での、その他の建設事業などの影響ももちろんありますが、そういったものの影響によって沖縄の、珊瑚礁、の、構成というものが影響を受けて、貴重な、多様性、が失われて、います。And so this is the reef that, the Japan and US governments are currently destroying in order to build an unnecessary, unaffordable, and unworkable military base.で、そのような、岩礁、珊瑚礁、岩礁を、日本とアメリカの政府は不必要で、それから、賄いきれない、それから、その実現可能性としても非常に、現実性が低い、そういった、新基地のために、壊そうとしています。So...Despite
having over 210,000 signatures, we have still not yet received a response from the White House.ホワイトハウスへの請願署名ですけれども、21万を超える署名が集まったわけですが、それでもまだ、ホワイトハウスの方からは、回答、反応が来ておりません。Recently, it was announced that Prime Minister Shinzo Abe, nominated President Trump for the Nobel Peace Prize. で、最近その、安倍晋三首相が、トランプ大統領を、ノーベル平和賞の候補として、推薦したという、ことが、報道されています。 So many people are speculating that、Prime Minister Abe did this in order to try and pressure Trump intoignoring our petition. で、大勢の人が、この、推薦の目的というのは、その、私たちが行っている、請願署名を、無視、してもらおうとして、トランプ大統領に無視してもらおうとして、このようなことを、安倍がしたのではないかというふうに、推測しています。But that's not such a big deal because we are receiving a lot of support from different members of the U.S. Congress.もアメリカの議会から、議会のいろいろな議員が私たちにを支援してくれますので、そんなことは問題ではありません。その安倍がトランプにということは問題ではありません。We cannot publicly announce, who or any of the details yet because this is still a very much a developing, issue.ただですね、今その大勢の議員がと申し上げましたけれども、誰がとかそういった具体的なことは、今動いている問題なので公にすることはまだできません。 But my team and I are, working with different members of the U.S. Congress as well as, other U.S. government officials to do something in order to support the rights of indigenousOkinawan people worldwide. ですけれども、その私とそれから私の仲間、私のチームは、その議員、それから議員以外のそのアメリカ政府の人たちに対して、その世界中のウチナンチュを支援するために働きかけを進めております。So my team and I will continue, these talks with, the U.S. government officials over the coming weeks and months.And, I'm sure there's going to be some, form of support, for, in order to protect and promote the rights of Okinawans, including, Okinawan Americans. ですけれども、その私のチームと私が、そのこのような、人たちとの対話を、これから何週間、何ヶ月と続けていきますので、それが、沖縄ウチナンチュ、世界中のウチナンチュ、アメリカのウチナンチュ系のアメリカ人を含めた世界中のウチナンチュの権利を守り推進するという動きに、するための支援につながっていく、ことになります。 Next slide please. So due to the lack of response from the US and Japan governments, we haveSubmitted the petition to the United Nations and, along with a complaint, to the UN Human Rights Council about, what's going on in Okinawa. So we are requesting that the UN, intervene in this situation due to, the lack of response from Japan and the US.で、日米の方から、私たちのその請願活動に対して、反応がありませんでしたので、ありませんので、国連の方にこの署名を提出し、国連人権理事会に、提訴、不服申し立てを、行いました。This includes a complaint against Prime Minister Shinzo Abe for violating the rights of indigenous Ryukyu or Uchinanchu.でこのようなその、不服を申し立てた、提訴した、内容には、安倍首相が、琉球の、先住民族であるウチナンチュの、権利を侵害しているということも、含まれています。Next slide, please. Japan has a very long
and detailed history of ethnic prejudice against Ryukyu or Uchinanchu. 日本には、長い、その、ウチナンチュ、琉球の人々、ウチナンチュに対する、民族的偏見の歴史があります。For the interest of time, I won't get too detailed, here today. If you would like to know more, I do write more about this in my book.で今日は時間の関係で2点だけこれについて説明しますけれども本にはもっと詳しく書いてありますので興味があれば読んでみてください。But the history of Japanese prejudice against Ryukyu or Uchinanchu goes way back to at least 1609. Japanese have done just an insane amount of terrible things against Ryukyuans.まあ、そのような、本土の人間による、琉球の人々への、民族的偏見というのは例がたくさんあるんですけれどもその一つは、1609年に、行われた、琉球の人々に対する、侵害、です。And I have to say that I'm not here today to insultJapan or the Japanese people. I'm not anti-Japanese. I'm not anti-U.S. I am simply pro Uchinanchu. I'm simply in favor of protecting the rights of Ryukyu Uchinanchu.このようなことを言うのは、その別に日本の、ことを侮辱しようとか、あるいは、反日、反米と、そういった気持ちから言ってるわけではなくて、その、ウチナンチュ、の、権利を守りたいという、気持ちから、言っております。Next slide, please. So, UNESCO acknowledges the fact that Ryukyuans are indigenous to the Ryukyu Islands, and in fact,most of the world acknowledges this, except for Japan. UNESCO は、琉球、の人々、ウチナンチュが、琉球諸島の、先住民であるということを、認めていますし、それから世界で、ほとんどの、国と地域がそれを認めているんですけれども、日本は、認めておりません。UNESCO, along with much of the rest of the world, also acknowledges the fact thatThe Ryukyu languages are separate and distinct languages from Japanese. That the Ryukyu languages are not dialects of Japanese. UNESCO, それからその世界の多くの国と地域はその言語、琉球の言語というものも日本の方言ではなく日本語とは別の独自の言語であるということを認めています。Next slide, please.So, you might have heard that on the 24th of this month, there will be a referendum in Okinawa to allow the Okinawan people their right to vote on whether or not they want this base at Hinoko.皆さんもご存知の通り、今月24日に沖縄で Hinoko に対して沖縄の人々が、イエスというかノーというかの意思を投票によって表明するという県民投票が行われます。In an attempt to sabotage this referendum, the Japan central government has been committing numerous illegal actions. これに対してサボタージュの活動として日本の政府はさまざまな不法な行為を沖縄に対して行っています。The amount of illegal actions committed by Japan, specifically in recent times regarding this referendum, is too long for us to talk about tonight. で、まあ、最近、どのようなことをした、かということを話すだけでも、ものすごく、この時間がかかってしまいますので、今晩それを、全部上げていくことはできません。But again, I do talk about this more in my book, and simply put, Japan central government is actively trying to sabotage the referendum, and also actively trying to destroy the governor of Okinawa, Denny Tamaki.
ですけれども、本の中にいろいろ詳しく日本の中央政府がこの県民投票をサボタージュするために行ったいろいろな不法行為や、それから沖縄のデニー玉城知事を、まあダメージを、大きなダメージを与えるようなことを目的として行ったことが書かれています。 Next slide, please. This is not just a one-sided issue. The U.S. has also done quite a few crimes against Okinawans.日本だけが一方的にそのようなことをしているわけではなくて、アメリカの政府も同じように沖縄に対して不当なことを、琉球に対して不当なことを行ってきました。In the year 2000, President Bill Clinton promised that the U.S. will reduce its footprint in Okinawa.2000年に当時のクリントン大統領は沖縄で の, そのアメリカの足跡、まあ、つまりあの足跡、つまりそのここがアメリカのものだということをその自分の靴で踏み固めてアメリカのものだと示しているような、そういうものを減らすということを言いました。He said, "We take seriously our responsibility to be good neighborsAnd it is unacceptable to the United States when we do not meet that responsibility." で、私たちは、良き隣人として、そのような、その、アメリカ、沖縄におけるアメリカの、足跡を減らすということを真剣に行う、ということを言いました。その良き隣人としてはそのような責任を果たさないことは、容認しがたいというふうなことも言いました。President Clinton also said that he knows that the people of Okinawa did not ask to play this role in hosting more than 50% of American forces in Japan on less than 1% of its landmass. 国土の 1% にも満たない地域で 50% を超えるそのアメリカの軍事施設といったものを受け入れる。土地その 50% を超えるアメリカの軍事施設のために土地を提供するといったことは、すいません、今彼が 50% を超えるという言い方をしたものですから、this was a direct quote from President Clinton.彼が今 50% を超えるという言い方をしましたのは、そのクリントン大統領が言ったことの、から直接の、引用として話しているので、そういう数値を挙げました。で、そのような、まあ、アメリカの軍事施設の大部分をその沖縄に置くという役割を沖縄の人たちが自ら進んでさせてくださいと言ったわけではないということも私は分かっていると、クリントン大統領、当時のクリントン大統領は言いました。 So clearly the United States has not come through on its promise to reduce the military burden on Okinawa。もちろんその、アメリカが、このような約束、沖縄の、軍事負担を、減らすというふうな約束を、実行しなかったということは明白です。 So, regarding the, status of armed forces agreement, between the US and Japan, Japan's agreement is lopsided in favor of the United States.で、日米地位協定、に関してなんですけれども、これは非常にアメリカにとって有利なものとなっています。When compared to, the armed forces agreements that the United States has with both Germany and Italy, Japan is clearly at a significant disadvantage. その、ドイツやイタリアも、アメリカと、このような基地に関する協定を結んでいるわけですけれども、それと比べますと日本のその地位協定というのは非常に日本にとって不利なものになっているということがわかります。 Japan does not have nearly as many rights as Germany or Italy does in regards to the military burden。 で、軍事負担に関して言うと日本はドイツやイタリアにははるかに及ばない、少しのはるかに劣る権利しか持っていません。Next slide, please.
I think there are several different reasons for this unfair agreement between the U.S. and Japan.このような日米地位協定が日本にとって非常に不公平なものになっている理由はいくつかあります。One of them, I think, is American prejudice against Japanese, and there are many historical examples to support this claim. でその理由の一つというのはアメリカの日本に対する偏見だと思います。これこのような偏見があるということについてはそれをまあその根拠となるような例が事項がいくつもあります。Some of those examples include the U.S. pressuring or egging on Japan during the early 20th century. 例えば、20世紀初頭に日本に対して圧力をかけたということ。Executive Order 9066, which ordered.The internment of Japanese Americans. それから、日系人の、アメリカにおける日系人の、強制収容、を、可能にした、大統領令9066、といったものもこのような偏見の一例です。As well as the unnecessary atomic bombings on both Hiroshima and Nagasaki. それから、必要ではなかった、広島や長崎への原爆投下もその例です。申し訳ありません。ですね、講演の途中なんですけれども、本日この会場を、貸していただいた、借りていただいた葛飾議員がお越しいただきまして、ちょっと公務の中、多忙の中来ていただきまして、この時間にご挨拶ということで、ロブにご挨拶をしたいということなので、すいません、ロブさんの講演の途中なのですが、一度、皆さん、拍手でお迎えください。すみません、講演の途中で割り込みまして、今日こちらの部屋を予約をさせていただきました衆議院議員の葛飾明宏です。私も辺野古の現地に何度か行きまして、海からの視察なども行ってきました。ニュースにも取り上げられて、もうちょっと議員団で行って、投入されている土砂はあれ赤土じゃないのかというようなところが報じられたと思いますが、その時の現場にもいた一人であります。で、この間もずっと、軟弱地盤の問題もそうですし、あそこのサンゴといったあそこがどこなのかとか、そもそも普天間が本当に辺野古ができて、返還されるのかどうかという、根本的な問題ですね。条件がいくつかある中で、滑走路が短いために民間の空港、民間の飛行場を使用できるように、緊急時に使用できるようにしなければ返還されないという条件がついていたりだとか、高さ制限の問題だとか、さまざまなことについて、超党派で取り組んできております。どれもこれも政府の側の言っていることが、何て言うんですかね、確固たる確信を持ってね、言えているものがなくて、おおむねアメリカはこう言ってますよという文書もない口約束程度のものであって、実際に、このまま辺野古の工事が進んでいったときに、本当に普天間がちゃんと戻ってくるのかということには、私は非常に疑問を感じて、おりますし、そもそも、軟弱地盤のところに6万本とかいうね杭を打って、作ることが可能なのかということも非現実的ではないかというふうに思っておりますので、止めるならここではないかと思います。皆さんの声をしっかり受け止めて国会で頑張っていきたいというふうに思いますので、次どうぞよろしくお願いいたします。どうもすみません、貴重な講演の時間に割り込ませていただきまして、失礼をいたしました。どうぞみんなで頑張っていきましょう。ありがとうございます。葛飾議員、ありがとうございます。ぜひロブと握手していただいて、今後、ぜひ日本とアメリカの国会議員の皆さんの内南中差別、この辺野古の、ネットワークを公式に作っていただきたいということを、先ほど近藤昭一議員にもお願いしたんですけれども、ぜひ葛飾議員にもご協力いただけたらなと思います。皆さん、よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございます。Thank you very much to the representative. 葛飾議員どうもありがとうございます。ございました。So,
My team and I and many others, we do believe that Japan should demand a change to the armed force agreement with the U.S.で私と私のチームのメンバーはみんな日本はこの不公平な日米地位協定を改定することを日本はアメリカに対して要求すべきであると考えています。 There are probably several reasons why Japan has not yet done this, but one of them being, like, as I said previously, prejudice against Okinawans.これまで、そう、その、地域協定の変更というものが、してこなかった、理由、がいくつかあると申し上げましたけれども、そのうちの一つが、アメリカの日本に対する偏見だということを、申し上げたところでした。 With 70% of Japan's military located in Okinawa, with Okinawa being less than 1% of Japan's landmass, Japanese are not really the ones who have to deal with the majority burden of the military. 国土の 1% にも満たない沖縄に 70% を超える軍事施設が集中しているという過大な軍事負担が沖縄に押し付けられています。 So it's really Okinawans who have to deal with a hugely disproportional share of the burden.ですので、その日本の軍事負担、米軍負担というものの中で、非常にその割合として、その比率、国土の比率に合わない、見合わない、過剰なその負担をが沖縄に強いられている、それを沖縄の人々はそれと取り組まなくてはいけないということになっています。This is likely.A significant reason why Japan has not made it a priority to renegotiate its armed force agreement with the United States. で、このことが、その日本がこれまでその地位協定の改定、再交渉か、地位協定を変えるための再交渉をしてこなかった理由であると思います。In English, there's the saying, not in my backyard, which means.As long as it's someone else's problem, it's not my problem. で、その理由というのは、つまり英語では not in my backyard、私の裏庭でなければという表現があるわけなんですけれども、つまりその、他の人の問題であるならば、自分の問題でないならば構わない、という考え方によるものだと思います。Next slide, please. Starting around 1943, Japan began to lose World War II, or the Asia-Pacific War. で、1943年頃から、日本は、第二次世界大戦、もしくは太平洋戦争において、負け始めてきました。So it purposely began building up its military forces on Okinawa with the intention of sacrificing Okinawans in order to save Japan.で、したがって日本はその時にわざとアメリカの軍事施設を増強して本土を守るために沖縄を犠牲にしようとしてしたわけです。So during the Battle of Okinawa, around 200,000 indigenous Okinawans were killed in just a few months' time. 沖縄戦においては20万、を超える、琉球人、沖縄の人々が、ほんの数ヶ月の、戦いの中で、命を失いました。That amounts to one third of the Uchinachi population. その、亡くなった人の、その沖縄戦において、命を失った人の数というのは、沖縄、Uchinachi の、3分の1、に相当します。The Japan government likes to say, The actual number was around 120,000 Okinawans who died, but more recent evidence suggests the closer number is around 140,000 to 150,000 Okinawan civilians. 日本の公式な言い方としては12万、沖縄戦の死者は12万というふうに言っていますけれども、その最近の研究で
14万から15万の、民間人が、非戦闘員がその沖縄戦の犠牲になったということが、分かっています。 But that number, should also include the Okinawans who were soldiers who were killed, who were conscripted into the Japan military. ですけれども、これに、日本の、軍事、日本軍、によって、犠牲になった、沖縄の、軍関係の仕事をしていた人たち、そういった人たちも、すみません、含まれるべきであると考えます。So that is where the number 200,000 comes from. Of course, we will probably never know for sure the exact number who died, but、it was a lot.ですので、20万の犠牲者が出たということを言いました、ですけれども正確な数は分かっておりません。 Japan especially targeted、Ryukyu leaders as well as those who spoke the、native Ryukyu languages. で、それから日本は、琉球の、指導者たちだけでなく、それから、琉球の、土地の、元々の言葉を話す、人たちに対しての攻撃も加えました。And it has to be pointed out that, during the battle, Japanese soldiers purposely murdered thousands of Okinawan civilians and also forced thousands of others to commit suicide. それから、特に言っておかなくてはならないのは、数千もの、沖縄戦の間、数千もの、アメリカの、すみません、数千もの沖縄の、民間人、非戦闘員が、殺されたり、それから、自殺に追い込まれたということを、言っておかなければならない。それについては言っておかなければならないと思います。The Japan government likes to say, well, this is just a, an unfortunate result of war, and it was unavoidable.日本の政府にしてみると、これは、戦争だったので仕方がない、不幸な、結果でしたというふうに、言うのだろうと思いますが。But no, there was nothing unavoidable about this. Japan purposely did this against indigenous Ryukyuans.ですけれども、それは避けられなかったことではなくて、日本はわざとそのようなことを琉球人に対してやったのです。This was the purposeful and deliberate, genocide against indigenous Ryukyu Okinawans. で、これは、日本が沖縄の先住民に対してわざと行った大量虐殺です。And Japan...is continuing this、today in the form of the inordinate amount of military bases located in Okinawa. で、そのようなことを日本は今日においてもその、日本に、すみません、沖縄にあるその軍事基地、の押し付け、沖縄への軍事基地施設の押し付けということによって、これを続けているわけです。Just as Japan was doing.During World War II,、it continues to place a ridiculous amount of military bases in Okinawa. 第二次世界大戦中と同様に、今でもその、もう、とんでもない、量の、軍事施設を、沖縄に、日本は沖縄に押し付けているのです。And what Japan and the United States are really doing is.Making Okinawa a target for another attack. 日米の政府がしていることというのは、沖縄を新たなターゲットにしているということです。And, Japan will, if it has the opportunity, will once again use war as a pretext or an excuse for ethnic genocide against Okinawans.日本は、そのような機会がもしあったならば、その戦争を再び、沖縄、琉球の人々を、大量殺戮するような口実として、戦争を、使うでしょう。Next slide, please. So, because both Japan and the US governments continue to blatantly violate the will of Okinawa,
calls are increasing for Okinawa to regain its independence or to at least regain some form of increased autonomy.で日米の政府がこのようなその不当なその仕打ちを沖縄の人々にし続けるならば沖縄の人々は独立もしくは自治の拡大といったものを考えなくてはならないでしょう。 We have over 210,000 signatures on our petition yet neither Japan nor the US has responded or has stopped the landfill.21万を超える数の署名が集まったにもかかわらず日米政府は反応しておりこれに対して何か答えるということをしておりませんしそれから埋め立てを土砂の投入を止めるということもしておりません。 So this type of violation is actually sparking an increase in the independence movement or the movement toregain autonomy for Okinawa. ですので、このようなその権利侵害というものは、沖縄の人々の独立、もしくはその、もっと大きな自治といったものを求める動きに拍車をかけています。A study by the Rikyu Shinpo released in 2017 suggests that the majority of Okinawans are dissatisfied with the current status quo of being a prefecture of Japan.で琉球新報が2017年に行った調査によりますと大多数の沖縄県民が現状に対して不満を持っているということが分かっています。 That same study also suggests that many Okinawans support an increase in autonomy.でそれから同じ調査の中で多くの沖縄県民が自治の拡大を求めているということも分かっています。 Next slide please. So I am Okinawan Hawaiian and I am also a part of the Hawaiian rights movement in addition to the work I do for Okinawa. で私は沖縄系のハワイ人なんですけれどもハワイ人のための権利保護推進の活動も行っています。 In fact, it's a lot of the things that I've learnedfrom people in the Hawaiian rights movement that has helped assist in my work for Okinawa. で、その、沖縄の、支援をする活動の中で、それを通じて、いろいろなそのハワイ人の権利推進、の、問題、についてもいろいろなことを学びました。The situation between Hawaii, and the United States isalmost exactly the same as the situation between Okinawa and Japan. アメリカとハワイの関係というのは日本と沖縄と日本の関係とほとんど同じです。So Hawaiians for 126 years have been trying to regain their independence.ハワイの人々も独立を再び勝ち取ろうという運動をしています。And so Hawaiians have been going to the United Nations for over a decade to try to help regain independence. ハワイの独立を再び勝ち取るために何十年にもわたり国連に働きかけを行っています。As a result of that, last year, the UN.An expert at the United Nations, a high-ranking expert, sent a letter to many different U.S. government officials. その結果、去年、国連の、非常に高い、ポジションにある、専門家の方が、アメリカの政府の、いろいろな、関係者に対して、書簡を、送ってくれました。This letter basically states that Hawaii is being illegally occupied by the United States and that Hawaii should be given back its independence right away. で、その書簡の趣旨というのは、ハワイはアメリカによって不法に占領されているので、直ちに独立を回復させるべきであるということを言っています。This letter also states that other
peoples and nations across the world that are in a similar position as Hawaii should also be giving back their independence.でその書簡の中にはハワイと同様の状態にある他の人々や民族もそのようなに独立を回復されるべきであるというふうにも書かれています。Next slide, please. And actually skip to the next slide because we're running out of time. So there are a lot of different questions about